こんにちは、ぷくともです。先日 iPad 版のイラストレーターの初級編の使い方をご紹介したんですけど、今回はその続きとして中級編の使い方をご紹介します。ちょっと前回よりも複雑な操作とか出てきちゃうかもしれないんですけど、頑張ってついてきてください。というわけで行ってみよう。というわけで前回の続きからやっていきます。前回の動画を見ていない方はよかったら前回の動画を見てからやってきてくださいね。というわけで今回はこのカメラのレンズをよりカメラのレンズっぽくグラデーションの色塗りに変えたいと思います。というわけでグラデーションを選ぶと、上の方にグラデーションの種類があるんですけど、今回は真ん中のこの丸いグラデーションにします。で、外側の色をタップして選んで、色をちょっと暗くします。で、もう一個の方のレンズも同じように変えてあげると、ちょっと手こずってますね。はい、変えてあげると、はい、どうでしょう。こんな感じでよりレンズっぽく変わりました。続いてリピート機能を使って柄を作りたいと思います。図形の丸を選びます。正円にしたい場合はこの左下のをタップしながらやると正円でね、こんな感じで拡大縮小できるんですけど、今回は細長い丸を描きたいので手放した状態で細長い丸を描きます。で、周りの枠がいらないのでこんな感じでバッテンにして、で、今グラデーションになってるんですけど単色の黄色に変えます。で、これをリピート機能を使ってお花っぽく変えちゃいます。ラジアルを選びます。で、右側のスライドをやると花びらの枚数が変わります。なので今回は5枚にします。で、お花のサイズをこんな感じで小さくします。そしたらこのお花を選んだ状態でグリッドを選択します。そうすると、じゃーん、こんな感じでね、簡単に柄ができちゃいます。柄の範囲を広げてあげて、で、このまま拡大縮小しようとするとね、こんな感じでなんかへんてこな感じになっちゃうんですね。で、これを避けるために左下をタップしながら拡大縮小してあげると、こんな感じでお花の柄自体がちゃんと小さくなりますので、これでサイズを調整しましょう。で、また範囲を広げてあげて、で、今度は上と左に現れているスライドを動かしてあげると、こんな感じでお花同士の間隔を調整することができます。これでより柄っぽくなりましたね。で、ここからプロパティを開いて、一番下のグリッドの種類を選ぶと、よりね、おしゃれな柄な感じに仕上がります。かわいいでしょう？今回はこの柄にします。で、このお花の柄を何に使うのかというと、今度ね、このシャツの柄にしちゃいたいと思います。ということで、このシャツを塗ったやつを複製してパスを2つ作ります。ちょっとね、ここからちょっとなかなかハードな流れになるので頑張ってついてきてください。今回作ったこのパターンですね。このパターンをさっき複製したパスの下に置きます。で、さっき複製したパスをこのリピートのところに移動させます。で、パス全体にね、お花がちゃんと下に敷かれるように調整して、この2つを選択しちゃいます。ペンシルでね、ガッと選択できます。そしたら、オブジェクトの中にあるクリッピングマスクを作成をタップします。そうするとね、ちょうどシャツの形に沿ったお花の柄が仕上がりますので、元の位置に戻してあげます。そうすると、どうでしょう？こんな感じでね、真っ白だったシャツがお花柄のなんかこう、ハワイアンな感じの仕上がりになりました。それでは、この女の子の横にテキストを置きたいと思いますので、女の子を移動させちゃいましょう。こんな感じでペンシルで全体を選択して、
でね、ちょっと拡大縮小もしたいなと思ったんですけど、こんな感じで、そのまま拡大縮小すると女の子が歪みがすごいことになっちゃうので、一旦移動させてあげた後に、拡大縮小するときは、こんな感じで左下をタップしながら拡大縮小してあげます。そうすると、ちゃんとね、女の子のイラストのバランスが保たれたまま拡大縮小できますので、こんな感じで気をつけながら拡大縮小してみてください。はい、そしたら最後にテキストを挿入します。今回このチャンネルのタイトルにもなっている iPad イラストクラブっていうのをね、テキストで挿入したいと思います。iPad と書いたテキストを複製して、で書き換えます。週末にね、iPad のイラスト楽しもうぜって感じで iPad イラストクラブと書きます。で、フォントを変えていきます。フォントいろいろ種類あるんですけど、今回はこのディンオルタネートちょっと読み方わかんないんですけど、そんな感じのフォントを選択しました。で、iPad っていう文字をね、目立たせたいので、大きくテキストのサイズを調整して、で、その下にイラストクラブとこう幅がしっかり合うように調整します。いい感じですね。そしたら、この2つをバンと選択して、フォントの色を白に変えちゃいます。で、テキストを移動させるときなんですけど、縦の位置を保ったまま移動させたい場合は、左下をタップした状態で移動させると、しっかりと整って、調整ができます。はい、OK です。それでは仕上がった画像を書き出しちゃいます。公開と書き出しっていうのをタップすると、こんな感じでイラストレーターの形式やフォトショップの形式など、他のデバイスで調整ができるようなね、こう形式もあるんですけど、今回はちょっとそういったことはせずに、純粋に画像として書き出したいと思いますので、ピング形式でクイック書き出しっていうのを選びます。で、画像を保存します。そうすると、早速、こんな感じで画像が保存されています。はい、いい感じに仕上がりました。ちょっとね、今回は複雑な操作もあったかと思うんですけど、ぜひ皆さんも試してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。以上、ぷくともでした。バイバーイ。